すごい面白い。ここ世界一の工場になります。鹿児島に進出した企業、その企業がもたらす地域活性化について紹介します。前原隆二の前向きチャンネル。こちらの部品何か分かりますか？私たちの生活に欠かせないあるものの部品ということで、早速調査しましょう。その部品の正体を知るため訪れたのが、鹿児島県薩摩町にあるニットクスパークテックワークス薩摩工場。1974年に創業を始めたこちらの工場で話を聞きました。こんにちは。こんにちは。早速ですが、この部品何なんですか？これを弊社で作っているスパークプラグになります。前原さん、車に乗りますか？この工場までも車で来ました。そうですか。実はこのスパークプラグはライターの役割を担っています。車をはじめ様々な乗り物のエンジンは、ガソリンと空気を混ぜた混合気が爆発することでエンジンが動き出しますので、スパークプラグはエンジンに欠かせない部品なんです。とても大事な部品ですね。はい。鹿児島県は産業の振興と雇用拡大を図るため、企業誘致を積極的に促進しています。また、この5年間で205件の企業と立地協定を締結し、雇用創出、地域経済の活性化につながっています。国内初のスパークプラグメーカーとして、愛知県名古屋市に誕生しています。働いてる人っていうのは地元の人たちが多いんですか？1100人の働く人がいまして、ここの薩摩町はだいたい 55%、 ほぼ鹿児島の地域密着で頑張ってます、この工場は。はい。ちょうど今が50年を迎えたというところで、公園のネーミングライツを取得しまして、取得した公演で音楽フェスをちょっとやらさせてもらったんですけど、大盛況で終わりました。生産能力ですね、月産2600万個、ここ世界一の、工場になります。はい。世界一の工場ということで、特別に見学させてもらいました。これが最終の組み立て工程になりますね。主体金具でセラミックが来て組み立てをするというところですね。すごい面白い。安心安全なプラグが皆さんのところに届くように、安全作業で頑張っていきたいと思います。地元でも安定した優良な企業だったので入社を希望しました。定年まで元気に働きたいです。子育てと仕事を両立しながらこの会社で貢献できたらなと思ってます。これからどういう風になっていってほしいという思いがありますか？工場全体で成長していかないといけないものですから、その成長していくことが地域活性化にもつながると思ってますので、これからも頑張っていきたいなと思ってます。前原隆二の前向き宣言。鹿児島に誘致した企業によって、その地域の産業振興と雇用拡大が前向きに進んでいることを実感しました。これからも地元鹿児島が元気になるように、社員一同前向きに頑張っていきます。